はい、おはようございます。国保誠です。今日はとりあえずアフタースポーンのバスとあとミッドでプリで、その3種類がねもう今お邪魔でになってる状態なんで、まあ、その3種類のタイプの魚をこうハードベイトで釣っていくっていう感じで狙っていきたいなと思ってますね。よろしくお願いします。今僕使ってるのがこれ、刺身シリーズ、刺身クランクシリーズのミッドなんですけど、刺身クランク全般的に言えるのがアクションがちょっと強めなんですよね。で、海外でも支持されてるシリーズで、琵琶湖のフラットウィードでアクションが弱いとどうしてもウィードの中から魚を呼び寄せる力がなかったりとかするんで、こういう強めのアクションのクランクベイトが有効になるんですけど、それで今これをチョイスしてウィードの中にいるアフターが食ってきてくれればなと。フラットウィードの中でもインサイドエッジ側ですよねを流して釣っていくって感じですね。来ました、刺身クランクミッドですね。今釣ってたんがこのフラットウィードのインサイド側ですよね。インサイド側のだいたいウィードのトップが2メーターとかそれぐらいのレンジをこう引いてきて、でちょっと水が濁ってるんでそういうところに効くクランクベイトですよね。アフター